はい、皆さんこんにちは、マグロヘッドです。今回使いたいのはこの試練の黒ヒョウ。これね、めちゃめちゃ面白いコンセプトで、使っててもねすごい楽しいからと思うんですが、まあ、ただなかなかランクマとかでは見ませんよね。はい、でこいつをうまく使うためにバフカード、そして自分自身にバフをかけれるカードを大量に採用しています。特に今回魅力的なのはグローリーコア、そしてこのマグノリアですね。はい、この方久しぶりに使いますが、てかバフロイヤルを使うのがもう2年ぶりぐらいじゃないかっていうぐらい久しぶりですけど、早速やっていきたいと思います。では対戦の方いきましょう。はい、対戦相手はウィッチ、そして高校になりました。マグノリア持っときたい。あ、相手いるのか。これ結構理想的なムーブできますね。タージ持っときましょうか。うん、対ウィッチであれば高校でも1ターン目からパッパと切っていきたいですし、引き直しなしか。まあこれ今流行りのバーンウィッチですかね。いや本当にウィッチ流行ってるな。メタルンであればソニアとかがいいんですけどね。ただね、バーンウィッチは結構ソニア、僕ちょっと前に上げた動画のソニア使ってもバーンウィッチは対処しきれないみたいな部分もあるんで。メカゴブ？メカゴブ？おう、おお、いいドロー。めっちゃいいドロー。これは元より俺のもの。まあでも顔かな。うん、これ仮に真面目さってもどっち生き残ったとしても相打ちなんで、別にこっちからそれぞれ必要一切ないですね。いやこういうのあるからな、2ターン目試練の黒ヒョウあるから、それがやっぱラッキーですよね。1コスにバフできるっていうのが非常に魅力的。しかも高校であっても、まあでもトップあ、真面目さあるか。まあ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 相打ちですから大した問題はない。メカゴブ入ってんのは何なんだろう。メカウィッチではないと思いますけどね。まあ、ニコス隊があんまりいないし、スペルもらえるから採用してるのかな。石コススペルを加えるカードって考えれば悪くないですもんね。まあクラークで処理か。まあまあまあこれはいい。別にバンカード減ってますし、それにデイでね、あの相手の動きだいぶ制限できるんで、当然エヴァン。まあ進化までしちゃおうかな。うん、デイ進化でエンド。これ次すごいムーブありますからね。待っておけよ、ウィッチ。これ大した準備できないはずですからね、ここ。まあオリハルコンゴーレも置くぐらいか、一番強いムーブで。テトラ進化とかはやってこないと思うけどな。テトラ進化されちゃうと若干面倒ですね。進化どころか。よし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 。これはもう、めちゃめちゃにしますよ、盤面。エヴァンを置いて、はい。マグノリア。さあ、これがやりたかった。マグノリア進化で5面展開、かつ4面バフ。こんだけバフすれば、試練のクレヨン絶対発動しますからね。よし。いや絶対対応できないでしょこれは。まあ、できて3面処理。うん、ここここここぐらいか。ここか。うん、ウィブラ余裕で育ってましたね。いやでも悪撃をまだ0とかで打ってる段階じゃないはずなんで、4。よし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 、エンドでしょう。よーし、まあ、これはもうリーサルかな。試練で2点バフ、隠すとしよう。2点バフというか、まあ進化ですけど、はい、プラス、ボード進化。これで決める。あー、1点足りないか。1点足りないですね。これなんで、まあとりあえずタージ隠しとこうかな。まあでも全処理できなきゃリーサルですから、リーサルは言い過ぎにしても、うん、ほぼないでしょうこれを止めきる手は。なんかあるかな。一悪撃。まあ、ここら辺からはさすがにスペープが整ってきてますよね。全処理もあり得るか。そうなったら、よーし、対戦ありがとうございました。ウィッチのね、弱いタイミングを狙って、こう、一気に奇襲する。これが勝ち筋ですかね。ありがとうございます。次行きましょう。はい、対戦相手はロイヤル。そして先行になりました。おー、グローリーある。グローリー使いたいな。相手エルも持って、とくか。相手よりは 4ターン目に置けばマグノリアは試練
をサーチできて、3ターン目に置けばデイですね。シークレットエージェント、うん、シデンもマグノリアも欲しいな。特にグローリーあるんでマグノリア欲しいですね。あ、ギルネリーゼいらない。おいっす、どうも。よろしく。まだいらないですね、ギルネリーゼは。ここ1こそ置いてくんないか。無理か、それは。まあアグロデッキだったら、アグロデッキでもないか、ロイ相手に1コス、いや白黒厄介だな。お、マグノリア引いた。だったらもうデイ引きに行きたいですね。ただどうしてもその噛み合わないんだよな。相手よりでデイサーチした場合、グローリーが最速で置けなくなってしまい、逆にグローリーを置いた場合デイが引けなくなってしまうので、おー、でもこれはありがたい。よしよしよし、従者ここが強い。プロダクトマシーンってことは、相手の方これあれか、スカイロイヤルか。なんかお互いあれですね、あんまり今は見なくなったロイヤル、機械ロイヤル VS、なんだこれ。バフロイヤルか、バフロイヤルという勝負になりました。これグローリーマグノリア決めたいんだけど、あ、でもこれ相手全処理無理な可能性ありますよね。てか無理でしょう。次グローリーレイピアでいけば、おそらく3面転換、アセンティックも入ってる。ああ、大将軍か。え、ただ従者暴れまくってるな。オッケーオッケー、じゃあグローリーレイピアで、これゲーム決まる可能性ありますね。はい、首飾りでもここもちゃんと取って、まあこの状況であれば3面処理は相当難しいはずです。白人剣舞とかになるのかな。リオードか。あとリオードがいれば3面処理ですが、じゃあ難しくないですね別に。まあでもトランプルフォートレスとかだった場合は3面処理できない。うん、あ、イメラか。イメラなら3面処理ですが、ただやっぱ従者がきついところですよね。これでも3面処理選んでくるかな。まあ、そうかそうか、かぶか。そうなるとちょっと困る。あ、ここ証券欲しかったですね。じゃあしょうがないんでデイに靴つけますか。本当はデイとエヴァンでエヴァン進化とかしたいんですけど、それとグローリー割れてしまうので微妙ですよね。まあ、これでマグノリア、グローリーマグノリアのお膳立てをします。まあ相手ロイヤルてか、まあドロールデッキでもそうですけど、盤面からだと動きづらいですよね結構。よーし、これは相当強い部分あるぞ。デイを置いて、デイじゃない、エヴァンを置いてマグノリア。とんでもないことになるこれは。マグノリア進化でもちろんね、2体出てきますから、出た後にグローリーが割れてくれるので、オッケーオッケー。あ、できればタージ欲しかったけど、で取って、まあ杯が先か。はい。やばい量のバフが全員二回りでかくなってますからね。素晴らしい。これ取りきんな無理でしょう。マグノリアがそもそも37って結構、あー、トランプで出てくるか。いや、でも白人剣舞あれば全部取れるか。取れますね、おそらく。まあ、白人剣舞打って、それかまあ、ギルネリーゼでも、グルってなんだ、ギルネリーゼでもいい。お、オッケーオッケーオッケー。これどっちかな。で、リーサルはないですよね。リーサルはない。1点足りないのか。なのでまあ1点足りないならタージでいけばいいけどな、次のターン。まあとりあえず白人剣舞かな。これで全処理無理な盤面は作れると思いますけどね。はい、あと出しちゃった。手が滑った。いや、まあそれでも全処理あるか。危ない。一応こうしといて、一応ってこうしなきゃダメか。はい、こうして、いや、やらかした感じ。まあまあでもこれでもいいか。まあ結果ほら、焦った。今ちょっと隣のカードクリックしちゃいましたね。まあ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 、この方がむしろいいかな。というふうにちょっと肯定していきましょう自分を。機械神、いやー、でもそんなに機械死亡してない。2枚やっても無理でしょう。
2枚プラス1コスフォロワーとかいた場合、よし、ありがとうございました。オッケーオッケー。まあ、これはね、さすがに勝ちたい。マグノリアと、あれ、グローリコア使えたらね、ありがとうございました。でも、試練全く出てきてない、そういえば。はい、対戦相手はエルフ、そして高校になりました。エルフか、おー、グローリー、使いたいけど、持っといてみるか。でも、グローリーって実は、高校若干使いづらいんですよね。まあ、デッキによると思いますが、このデッキの場合は先行の方がいいんだけど、いいものか、果たして持っておいて。面白そうなんで持ってきますか。あ、試練引いちゃった。いや、でも試練とグローリー相性はいいと思います。はい。うん。まあ当然ですけどね、試練のために組んだデッキなんで。あー、レイピアはでもエルフ相手に置くのはさすがに自殺行為。そうですね。まあ、レイサムから入って、1、3とか、あー、カーバンクル。オッケー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 。ってことは、深海ズディアか。なるほど。コントロールバーサス横並べ。でも、AOE って結局、採用されてないと思いますけどね。アリアの旋風がありますけど、深海ズディアには若干枠がないと思いますし、そんなにプレイ回数を増やすようなタイプのデッキもないですからね。ヤブンハール。まあ、これに2体ぶつけましょうか。あー、マグノリアも引いたか。すごいな、このハンド。そうなってくると色々考えたいけど、まあぶつけとこうかな。うん。あんまり、やばい事態になる前に。ただ、あいつがいますからね、ミロロがいるんで、4ターン目に進化も全然可能なんですよね。カーバンクルか。まあ、とりあえずグローリーコアを置いて、エンドかな。レイピア置いてもいいですけど、多分無意味ですね。で、レイピアで進化で上から取りたかったんですが、そうしてしまうと、グローリーが割れてしまうので、まあ、ここは我慢、あー、まあそうなるか。まあそうだよな。しかも 2PP 回復するので、非常にまずい。まずいなんてレベルじゃない、これは。どうしよう。調子乗りましたかね、これは。やっぱグローリー難しいな。非常に難しい。しかも殴ってこないし、顔を。絶対ズディアじゃないですか、これ。まあ、とりあえずマグノリアしかないな。で、どれを取っても、どれを残しても地獄。この2枚がね、どっちも取りたい。あ、でもありがたいですね、これは。まあ、マグノリアは行かせませんでしたが、2面処理は可能なんで。いやー、ちょっと、正直これは、僕の望んでいた展開ではありませんね。あんまり良くはない。まあ、ちょっと欲張りすぎましたね。やっぱグローリー難しいな。あんまりグローリー狙っていくのは良くないのかもしれないですね。うん。フェイスフェイス。あれでも、さっき殴り、単純に殴り忘れかな。まあ、レアケースですもんね。4ターン目に置いた。カーバンクルが生き残って帰ってくるっていうのは、まあ、そうなってしまうのも分からなくはない。これ全勝利ですね。エンドか。ちょっと動くのは難しい。で、次のターンギルネリーゼを置いて、もうエンドでもいいかな。ギルネリーゼを置いて、ここでミロロか。でも水乱が入ってたの意外ですね。あー、多分あれかな。いや、でもオーディン、エズディアとオーディンと水乱の効果発動は難しいから、どうなんだろう。オーディンじゃないのか、単純に。うわ、これ我慢したいな。じゃ、ギルネリーゼ置いて、これ我慢します。はい。ペースも殴りません。次のターンに一気に攻めたいと思います。攻めるプラス回復。まあ、さっきみたいにね、なんかこう、例えば攻撃力最初に5点ダメージのやつとかを食らっちゃうと、裏目も裏目、一気に負けてしまいますけどね。オーディンか。ギリギリだな。ギリギリ。あと1点か。いや、でも大丈夫。これも返せるような、返せるように、考えてるんで。さあ、じゃあ行きましょうか。あ、むしろリーサルはないよな。うん、ないっすね。空いてる。で、空いてる進化。はい、こうすることで、ギルネリーゼにもバフが乗ると。で、ギルネリーゼにバフが乗れば、やつがね、
やつの効果が使えるようになる。よーし、これでオーディンも取りますか。はい、ここ取って、ここ取って、で、もうフェイスですね。これ返せないでしょ。返せるか？いや、難しいと思うけどな。EP はなし。で、オーディンプラス1点なので、リーサルもなし。いや、オーディン置いて、フェア、フェア、フェアはないか？うん、なんか1、1できれば、水蓮発動でリーサルですね。だからかなりギリギリなところ。オーディンプラスバウンスがあったらきついか。うん、バウンスフェアで。どこまでしょれる？これ。でも相手の方はそんなに進化してるかな？してるか？してますかね？ミロロ。あ、してるな。してる。次オーディン出てくるわ、相手。お、でもこれ諦めか。よーし、ありがとうございました。よし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 。これはでも危なかったな、相当。プランがうまくいきましたかね。ギリギリでしたけど、ありがとうございました。一応4連勝か。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。まあ、強いとは言えないですけどね。ただ、ロイヤルらしいといえばらしい、楽しいデッキだったと思います。はい。まあ、やっぱ試練の黒ひょうが面白い。こいつは文句なしで面白いですね。デッキをめくるだけでも楽しいし、まあ、能力自体も面白いし、工夫して活かしようがあるカードなんでね。はい。これ今後も使っていきたいカードでした。まあ、こういうバフテーマがすごい僕は好きで、横並べしてバフしていくっていうのが、一番多分好きな戦法かな。うん。まあ、1、2を争うぐらい好きな戦法なんで、今後もね、ちょっと黒ひょう系の、強化は期待したいですね。はい。というわけで、今回の動画はこれまでになります。ご視聴ありがとうございました。はい。皆さん、今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、シャドーバースやドラクエライバルズといったカードゲームの動画をバシバシ投稿していきますんで、よかったらチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。